おらこの歌っこ聞くとなんだか楽しくなって一緒に歌いたくなってくるんだな。そりゃあどんどんパンパンどんパンパンこらさっと これこれこの歌音パンブスと似てるでもちょっと違うね。実は音パンブスには元になった今蔵ジンクっていう歌があるんだ。それでは早速歌ってもらいましょう。ドロサイサイティサイサイてるさえさえてさえさえてさえてさえてさえさえあみどごさいがただしとげんひがいまくれぐとぐ。エマゾージンクはエマゾーさんの大工仲間の民謡黒沢三一さんがさらに調子を変え民謡風に編曲しました。これが現在歌われているドンパン節です。楽しく陽気な曲調とユニークな詩は多くの民謡家によって全国に広められました。なんというかな、私にしてみれば今の純君を求んでドンパン節が、ね、変わっていったんだよというふうに癖でおりますけれども、ドンパンブスがあったおかげで世に出たおかげで元の今津純句が知り上げられたのか認められたのか、どっちがどうなのか、もずつもだいつ、それこそ歌は世の次、世は歌の次でしょ。とにかくこの曲がその時その時に愛されるように多少歌詞が変わっても何しても、この曲が面白いんだよとみんなで愛される歌であってもらえれば、そしてそれをそのルーツをたどっていけば、秋崎は長瀬まず今ぞ純句がそもそもの卵なんだよということだと思いますよ。